ダーダネルス砲または大トルコ社石砲は、オスマン帝国の軍事技術者ムニルアリが1464年に製造した巨大な社石砲イギリスオスマン戦争中の1807年、イギリスのダーダネルス作戦に対抗して、実戦で使用された。ブロンズ製のダーダネルス砲は、重量16.8トン、全長5.18メートルで、 直径63センチメートルの石段を射出できた。薬室と方針がネジで接続されており、重量の割に簡単に運搬できた。このような巨砲は、ヨーロッパではすでに15世紀初頭から製造され、工場船に用いられていた。シュミット編によれば、こうした巨砲の技術は1453年のコンスタンティノープル包囲船の際に、ハンガリー王国出身のウルバンによって、 オスマン帝国にもたらされた。そのため、アリが製造した巨砲もヨーロッパの大砲技術の系譜に連なっている。一方で、ポールハンマーは他のすでに大砲技術を獲得していたイスラーム教国から技術がもたらされた可能性も指摘している。この大砲は340年以上もダーダネルス海峡に配備され、1807年に イギリス海軍が海峡へ侵入してきた際に実際に使用された。オスマン軍は時代遅れの火薬とイい,い手法を持ってイギリス艦隊に28人の損害を与えた。この時の砲弾は鉄製で1 0 2 7 5ラムもあった。1866年、スルターのアブディルアズイズはオスマン帝国を訪問したイギリスのビクトリア女王にダーダネルス砲を送った。 その後このシャイシャ法は、ロイヤルアーマリーズの所蔵品の一つとなり、まず、ロンドン島に展示された。今では、ォートネルソンに移され、ポーツマスを見下ろしている。ウィキメディア・コモンズには、ダーダネルス法に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。